黒さん帰ってきたらもう完全にまたこの優勝というね、また大きくなってきましたね、強いね、まあ、ただね、こう黒田さんが帰ってくるから優勝というよりは、うん、黒田さんはあくまで、まあね、来ていただいてすごい心強いですけど、はい、まあ、去年までの培ってきてカープの強さみたいなもんで、我々はちょっとワクワクしてるのがあったじゃないですか、はい、こうじゃあ来年黒田さん以外でこうなんかちょっとこういけるんじゃないかっていうような、あの各々のこう見方というか予想をちょっとしていただければなという、まず前剣が自分一人がすっごい頑張らなきゃいけないという責任感がちょっと和らいで、おお、よく見てますね、和らぐので実力がさらに出せるんじゃないかと思います。なるほど。一人でなんか引っ張っていかなきゃっていう、まあ、プレッシャーに強いとは思うんですけど、やっぱりたまにちょっと肩の調子が悪いなっていう時でも、なんとか頑張らなきゃじゃなくて、ちょっと黒田さん頼ってもいいかなって黒田さんなら思えるじゃないですか。そういうところでもう軸が2つになったのは、素晴らしいですね、はい、本当にそうですね、かなり大きいです。だから精神面でも大きいし、じゃあマイケンがコーンオフにポスティングで出てったとしてて、で黒田さんだけが帰ってきたとしても、やっぱり今までのカープを引っ張ってきたのはマイケンだし、そういうちょっと今までの流れもいい流れも持ちながら、でもすごく心強いカープの、まあ神的存在がまた戻ってきてくれることで、そう本当に両輪の働きをしてくれるっていう、まあ、投手はまあ ねそこがやっぱり引っ張ってくれると思う。投手陣さんも割とこう頑張ろうとして一人しかやつがいないから、周りも毎回に注目しすぎるところが ねあとこの態度はどうなんだって言われかねないね時もあったりするから、そういうのは分散するのはすごい楽にいいね。そうですね。S 級を当てられ続けるのってそうですね。確かにね。いや見てますね。そうね。普通だよね。普通ですか。カフェでの会話ですよ。なんか来年投手いなくないとかいう話まず言ってたんです。忘年会の時。まだ黒田さん帰ってこないってなった時に、私は全然足りない派で、ちさちゃんはいや大丈夫だろう派で、それが全然意見が違ったのがもう一度もうまとまった大丈夫確かにね、最後のピースが埋まったみたいなね、はい、ともありますよね、はい、大瀬良君は去年は運気がそんなに良くなかったらしいんですよ。だから本人的にはなんかそのあんまり運気が悪いのも分かってるけど、でも結果出ちゃって、ちょっと動揺、なんか自分的には力はあんま出せてないっていうのがあるらしくって、で甲子園で、あんな球投げてて、ね、だから来年か今年からは運気もさらに良くなってるから、それもちょっと楽しみです。運気悪いのにあれだからすごいね、滝登りするかな、すごいことになるな甲子園はまあ安心して見てました。どっちかっていうと野手も菊丸がまあ引っ張ってくれるとはいえ、結構マークされると思うんで来年は、そこの機動力のある2人がマークされて動けなくなったら辛いんで、まあ、その全試合出場っていうところでやっぱり絶対その2人には尾形監督も期待をかけてるように引っ張ってもらわないといけないから。じゃあちょっと周りがどう動いていくかなっていう。なるほど。野手で注目してる人は誰ですか。美馬くん。おお。また渋いって言ったらあれですけど、美馬のね、去年ねちゃんとホームランをね10本打たれたということで、はい、力がピラニア級の美馬さんを。ねえ、美馬さん確かにね、すごいね、下で。言われとるけど、ね、今年みたいな一軍でって思います。でまあ、しかもポジションもねサードとか内野なんで、その思いっきり三塁争いに加わってもらってグラッグラしてほしいまあ美馬さんは確かに見たいですね。去年ね高橋宏樹選手がね上がってきて同じ右の大砲でね、でもまあそこまでやっぱりそうでしたね、結果残せなくて残念なところありましたけど、美馬さんも来年はね来てほしいですね。せいや君がおととしチラッと出て、で去年活躍したじゃないですか、後半特に、ホームランもね神宮で打ってね、懐かしい、懐かしいとか言って、懐かしい、いやいや、ホームランが長くてさ、オフの時
時間が長く感じたってすっごい昔のことなんだけど、待って、もう2週間切ったんだよ、キャンセル。そうね、そうですね、すごく確かに、というか来年活躍してほしい、期待する選手、活躍してほしい選手、うん、なんか抑えが、そう、どうなるかっていうのが、ヒース、はいはい、そうですね、あって、あの一岡選手とか、中崎選手も去年の CS ですごい活躍してくれたから、ね、ちょっとそこは期待してるんですけど、そう、あとはやっぱ丸選手、ああなるほどね、してますからね、まあ、中心になってほしいみたいなところもありますね、中心になって、丸選手が中心になって、やっていったら、優勝に近づけるんじゃないかなとは。確かにね、去年のこう最高出塁率をあとちょっとでバリンティにね、渡してしまったっていうのもありますから、はい、タイトルを取ってほしい人ですよね、丸さんなんかね、そうですね、でもなんかやっぱり優勝するチームとか強いチームって個人のタイトルじゃないじゃないですか、個人タイトル取ると優勝に遠のくっていうのがあるじゃないですか、はい、某ヤクルトさんとか、そうですよね、確かにね、カープもね、まあまあ個人タイトルとか、ライアンとバレンティがいながら最下位に沈んでしまったヤクルトとかが最近とかあるけど、タイトルにやっぱり個人っていうのに、よりもその全試合出場を目指すとか、チームのちょっとでも勝率を上げるとかっていう方にその頑張れる丸みたいな選手がいることがより強い。そう、確かにね、小畑監督がなんか俺はそのベストナイン認めてらんぞみたいな、なんでお前がベストナインなんやみたいなこと言ったってニュースになってたじゃないですか。でそれで東京であったトークショーで丸選手、なんか菊池くんが上田監督になんか認めてらんって言われてたねみたいなのに対してまあそうですね、まだまだですけど、なんか小畑監督を超えるぐらいゴールデングラブ取ったり、超えたら認め、もう嫌顔にでも認めてもらえるから、それは絶対に超えるっていう感じで、もうそのね、厳しい言葉をちゃんとなんか日が、なんだろう、シュンってなるんじゃなくて、そうちゃんとそう愛情って捉えてもやる、そうやる気が出てるマルクを見て、すごい頼もしいなと。そうだね、腐らないっていうかね、思いまして、すごい親のような目線でね、なんかノマくんがすごいって言われてるじゃないですか、だからなんかノマくんセンターに行くんじゃないか、もしかしたらって、そしたらマルクはセンター争いをしなきゃいけないんですよ。なるほど、それってすごくないです、まあね、それちょっと張ったらげるというかね、思わなくてもあれもあると思いますけどね、意外と思う。ノマくんなの発音、あ、どっちなんですか、ノマくん、これノマくんなんですか、ノマくん、ノマくん、それ広島弁、広島弁、ノマくん、いいね、じゃあノマくんの方が広島の人だよ、ノマくんね、ノマくん、ほっとりしてるね、ノマくん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 、あれ、ノマくんが多分ほんまですけど、そうなん、ノマくんは広島弁じゃないですか、そっか、ピアノ的な